マサスチャンネル始まりました。始まりましたというかね、今ね、はい、武井の試合見てきたよ。武井良樹の OPBF 東洋太平洋タイトルマッチ、結果から言うとさ、はい、圧勝5ラウンド、ノックアウト5ラウンド30何秒じゃなかったっけな。強かったね。入場からさ、武井の顔、まあ、入場してきてさ、はい、やっぱちょっとこうどん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 オーラ出てきたね。やっぱこう K1 にさ出てる頃はさ、まあ2年ぐらい前かな、2年ぐらい前になるかな、まあ、そのくらいの時ともう顔つきが全然違うね。子供から大人の顔になったね。ああ違いました。うん、大人の顔になってたし、軽量の時からさ、まあ映像で見てたんだけど、写真とかネットで出てたからさ、はい、対戦相手のチャンピオンもさ、すごいいい体しててさ、トヨタ平洋のチャンピオンで、はい、まあ、あの井上選手のねスパーリングパートナーとしてね、結構日本にも来てたんだよね。あ、そうなんですね。うん、2回くらい来たって言ってたかな。まあ、だからさ、大橋ジムとしたら、まあ、どんな選手かってことはよく分かってたよね。なるほどです。うん、まあでもあのね、相手の選手もこう2人並んだに入ってきた時の体の厚み見たら、武井よりチャンピオンの方がだいぶ分厚い感じしたけどね。あ、これはこの選手もパンチあるんだろうなと思って見てたけど、1ラウンド目始まってさ、はい、ちょっと硬かったね武井。あ、そうですか。うん、ジャブがやっぱあんま出なくて、うんうん、まあ、とりあえず様子見だなっていう感じだったけどさ、始まってね、途中でね、ワン、ツー、スリーぐらいね、いきなり振ったのよ、武井が。そのパンチ全部空振りしてさ、はい、1ラウンド目ほとんどパンチ当たんなかったね。今までがさ、はい、もう4戦がさ、はい、1ラウンド、1ラウンド、1ラウンド、2ラウンドだったっけ。そうですね、それぐらいの、まあ、そのぐらいでほとんど KO だったからさ、はい、倒そうっていうさ、いきなり振ってるからさ、うん、うん、ちょっと硬いなと思いながら見てたね。まあそんな感じで1ラウンド終わって2ラウンドに行ってさ、はい、とはいえ2ラウンドいきなりダウン取ったからね。何だったかな、右フックか左ストレート、うん、どっちかテンプル打ち抜いて、はあ、うん、それでダウン取って、はい、2ラウンドでその後またもう1回ダウン取ったんじゃなかったかな、2回ダウン取ったよね。あ、もうこれいくかなみたいな、うん、まあゴング2回目のダウンはね、ゴングに救われる形。なるほど、うん、もうカウント始まってカウント立ったんだけど、もうその時点でもう2ラウンド終わったから、うん、でまあもう3ラウンド倒すかなと思ったんだけどね、うん、3ラウンド相手もやっぱチャンピオンね、うん、やっぱキャリアがあるから、こううまく騙しながらさ、こうそのラウンドもしのいでいって、武井もね行くかなと思ったけど、今度はいきなり顔じゃなくて、今度はワンツーでボディとか、下に振りながらの上にフック返すとか、こう上下に振り始めたよね。ダウン取ったことによってリラックスできたんじゃない。やっぱタイトルマッチって普段の試合とやっぱ違うから、気負うというか、やっぱ緊張感やっぱすごい持つからさ、うん、まあそれでもね、まあ、あのダウンからちょっと、まあ、だいぶリラックスできたよね、うん、で4ラウンドまた始まってさ、右フックでまたダウン、うん、これ終わるかなと思ったんだけど、はい、やっぱねさすがチャンピオンもね、あのハート強いね。その後あれだけ剛腕の武井に対して真っ向から打ち合ったからねちょっと見ててヒヤヒヤしたよこれ。うわ危ないみたいな、これ当たったら武井当たったらまずいんじゃないってちょっと思ったけど、武井選手がまずいって方だったんですね。いやいや、まあお互いのパンチ当たんなかったんだけど、まあ、かなりスリリングな、いやもしこれカウンターで打ち合いの中でカウンターで武井もらったら危ねえんじゃねえかみたいな感じもしたけど、うん、まあでもそのラウンド打ち合いもあったけど、まあ、当たらずに今4ラウンドまで終わって、これオープンスコアリングシステムだからさ、はい、4ラウンド時点で発表するわけよ、はい、三者三様40対33だよ。 33? 全然違います、ね、もう7ポイント差、うん、これ4ラウンド終わって武井めちゃくちゃリラックスした。あ、そうなんですね、うん、4ラウンドのもう1回ダウン取ったじゃん、はい、で5ラウンド始まった時にもうなんかこういけるなみたいな、うん、あ、武井だいぶこうリラックスしてこうステップワーク使ったり、ちょっとね遊ぶじゃないけど、うん、なんかこう余裕が見えたね。あ、やっぱ自分の中でもなんかこういけるっていう、あ、もう大丈夫だなって自信ついたんじゃない。で5ラウンド始まってさ、パンチの打ち合いから打ち合いでもう
レフリーすぐ止めたよね。はい、TKO 勝ち。まあやっぱね、あれだけ武井のパンチもらってたらね、まあそれはレフリーもこれ以上打たせたら危ないなと思ったんだろうね。まあなんかこうパッと客観的というか、あの外から見てると、え、もう止めちゃったっていう感じはしたんだけど、なんかこう周りのお客さんの声もちょっと早いんじゃねえかみたいな声は聞こえたけど、まだ間近で見てるレフリーがね、多分危ないと思ったんだろうね、うん、まあそれで見事ですね、5ラウンドテクニカルノックアウトで武井の、ボクシングでの初の、なんだタイトルダッシュ成功でしたね。でも今回最後のさ、はい、武井のインタビューでさ、5ラウンド戦ってどうでしたって言ったら、いやかなり長かったですって言ったけどね見てる俺からしたらあっという間じゃねえかと思ったけどねそうそう、ちょっとね最後武井と話したかったけど、まあちょっと話す時間なかったけど、まあでもこれでね、トヨ太平洋のチャンピオンになったってことは、多分世界ランキング10位に入るってことでしょ。そうなんですね。多分そう、昔と一緒だったらそう、トヨ太平洋だと10位にランキング入るんだよね、うん、10位に入るってことは世界挑戦できるから、10位から世界挑戦ができる、そう、世界挑戦できる権利を持つと思うよ確か、うんうん、これ早けりゃね、今来年にはもう、まあいきなり次世界ってことはないと思うけど、はい、まあ、あと 1,2 戦挟んでこの倒し方だったら世界戦ってありえるよね。うわ、そうなったらすごいっすね。すごいよね。でも一つ俺がこれは改善した方がいいなと思った点が、武井も打ち合いの中のパンチが全部すごい強パンチだから、ちょっとねパンチの底の打ち合う時の回転がちょっと遅い感じがすんのよ。それをやっぱ世界戦ぐらいに行くと、あれもっとなんか力抜いて小さいパンチでコンビネーションで打った方がいいんじゃないかなってちょっと思った。なんかそこを改善するとさらに完成度増すのかなってちょっと見てて思った、うんうん、逆に言うとまだまだ伸びしろあるってことですね。まだまだ伸びるでしょ、うん、これだけ倒してると本当に KO 狙うからさ、はい、で見てるお客さんも絶対 KO 期待してるじゃん、はい、やっぱそれ分かってるから、やっぱ本人力んでんだよね、うん、あの打ち方だとやっぱ世界だとちょっと怖いなって感じだけ、うん、そこだけ思った。やっぱ世界チャンピオンに挑戦ってなるとね、うん、やっぱりレベルも全然違うでしょ、東洋太平洋のさらに上でしょ、うん、逆に武井選手こう強くなってた部分も感じました、どこか進化というか、まあ、今回5ラウンドやって、うん、まあ、全く初めての5ラウンド、今まで2ラウンドでしょ、うん、まあ、5ラウンドやってても全くこうスタミナに問題はないなっていう感じでしたよね、うん、初めての、まあ、長丁場っていうのか分かんないけど、はい、まあ、それでも全然、うん、全く問題なしっていうね。なるほど。あともっとやっぱジャブついてもいいのかなと思ったね。うーん、結構世間でツイッターとか見てたら、やっぱ、うん、那須川天心との試合見たいみたいな声も多かったですけどね、うん、天心とは全く違うタイプだからね。天心は本当に小さく細かい速いパンチ打つからね、武井は本当にもうフルって感じだからね、まあ、パワーは武井の方が絶対あるよ。レベルが上がれば上がるほどやっぱああいう小さい細かいパンチが必要になってくると思うんだよね俺は。だそこがどう、まあ、だから天心とやった時、天心の小さい速いパンチか、うん、武井のパワーかどっちかなっていうね。ただね、武井のパンチポコッと当たったら倒れるよね。いや、すごいですよ、ね、当たったらね、うん、まあ楽しみだよね。うん、まあ、ちょっとまだ階級わからないですけどね。うん、そうだよね。まあ武井が今スーパーバンタム、今日スーパーバンタム、スーパーバンタム55キロ、うん、どうなるか分かんないけど、まあ楽しみですね、うん、そうね、とりあえずね、武井選手、気づいてほしかったな。気づかなかったですか。気づかなかった、うん、カメラだと抜かれてましたよ、カメラ、最後ね、最後抜かれたけど、はい、まあとりあえずね、武井選手、見事東洋太平洋タイトルダッシュおめでとうございます、このままね、この勢いのままね、世界まで突っ走っちゃってください、今日はお疲れ様でした、おめでとう、さよなら。